X スピードフロー10.1 のレビューをしていきます。名前の通りスピードに乗ったドリブルをしたりね、ボールタッチが上手い選手が好んでいる印象があります。特にサラーのシュートが強すぎるんで、キックのインパクトね、めっちゃ楽しみです。同じぐらいの重さのモレディアとかね、ファントムよりも軽い感じがします。基礎練2タッチから見ていきます。同じ合成比較のウルトラとかアクロスに似てるようなタッチ感やと思ってたんですけど、合成比較の中でもね、かなり柔らかいと思います。タッチしやすいです。インステップもパコパコしててタッチしやすいんですけど、この辺でももうすでに圧迫感がねすごいんですよ。ちょうど足のど真ん中ら辺がめっちゃ窮屈です。止めて蹴るもめっちゃやりやすいです。やっぱりインサイドもパコパコへこむ感じがあって、ボールをね吸収してくれる感じがあります。プラスアルファでインサイド部分がザラザラしててグリップも感じるんで、吸収力はね合成比較で一番かなと思いました。かっこいいと思って買ってるんですけど、改めてね客観的に見るとやっぱかっこいいんですよ。ここまでめっちゃやりやすいんですけど、圧迫感も今までで一番かなと思います。ダッシュとステップ、実は基礎練のとこでももう足が動くなって後輩ちゃんに言ってたんですけど、そこで紐を結構強めに縛ってもやっぱりね動く感じありました。と同時に足の指の動きに前足部の柔らかい皮がねこうフィットしてきてくれてるっていう捉え方もあるんかなと。まあ結論から言うと、最後の方になるにつれてちょっとマシになってきたかなっていうのはあるんですけど、慣れたらいけるんかもしれないですね。続いてドリとターン、これ後輩ちゃんがやりましょうって言ってくれた練習メニューなんですけど、足運びがめっちゃ軽くてタッチもしやすいです。ただこのターンのところで今まででも一番足首がグリっていきそうな、結局いかなかったんですけど、いくんちゃうかなってちょっと心配になるぐらい足が動くっていうね印象がありました。めっちゃね軽やかに見えますよね。意外にもキックのインパクトがめっちゃ強かったです。ナイトラー、合成比較がフニフニしてるって言ってたんですけど、キックの時はねそれが考えられないぐらいインパクトがめっちゃ強いんですよ。なんでかはね分かんないです。開封動画のところでリフティングして皮が薄いんで足の指痛くなるんじゃないかって言ってたんですけど、それもね全くなかったです。ここでもちょっと軸足が動くんちゃうかっていう怖さはありましたけどね、ひねるとかはまあもちろんなかったです。やっぱり前足部の剛性比較が柔らかくて、他のスパイクよりも指が動いてる気がするんかなっていうイメージですね。キックに関してはもうひたすら蹴りやすいんですよね。カーブもめっちゃ曲がります。着用選手に中村二郎選手挙げたんは、中村二郎選手のコーナーキックとかね、そういう軌道がめっちゃイメージしやすいなと思ったんで挙げたんですけど、カーブめっちゃ曲がります。
これもイメージとしては前足部がねめっちゃ柔らかくて足の指の形がそのままねスパイク越しにボールに伝わるみたいな、それでグリップが効くみたいな感じなんですよ。これがガチでこの日の1本目なんですけど、めっちゃトラップもねしやすいです。パコパコして柔らかいだけでもボール吸収しやすいんですけど、さらにねザラザラ加工のグリップも感じてめっちゃトラップしやすいんですよ。見た目結構ツルツルしてて滑りそうに見えると思うんですけど、意外にもね全体的にグリップ感めっちゃあります。押さえつけられてるっていう感覚はあんまないんですけど、母子球あたりがね次の日もめっちゃ痛かったぐらい過去最高に締め付けられて痛かったです。まあこれもね履いていったらだんだんマシになっていくはずなんですけど、これも皮が薄くてインステップ痛いとか全くなくて、ただインパクトがめっちゃ強いんですよ。やっぱり指の形ごとスパイク越しにボールに伝わるみたいな感覚はあったように思います。おととい東口見た、車走ってたら隣がね東口選手やって挨拶したんですよね。うっすって、最後ラダー見ていきます。母子球が痛いのは痛いんですけど、足運びもめっちゃ軽そうですよね。実際軽くてめっちゃ走りやすいです。皮が柔らかいからかもしれないですけど、最後までねやっぱ靴の中で足の指が動くような感覚はありました。ただやっぱ足首をひねるとかっていうのはなかったです。まあ、ディスってるとかじゃなくて他にも中ずれしてるみたいな感覚ある人いたらねコメントで教えていただけたらと思います。僕だけやったらねほんますいません。かかとの靴ずれもなかったですし、軽いし走りやすいっていうのは間違いないと思います。耐久性が低いっていうコメントもいただいたんですけど、足が動くかもしれんなっていうこと以外はねめっちゃ最高なスパイクやったと思います。ちょっとわからないことも多かったと思うんで、またコメント欄でね皆さん入ってる人教えてください。チャンネル登録コメントありがとうございます。